話し合い劇とは、生徒たちにある条件を与え、その子供たちがその場で心に浮かんだことを自由にやらせる心理劇と呼ばれているものです。これは子供の心の動きを捉えて生活指導などに役立てています。今日のホームルームの時間にはみんなに劇をやってもらいます。今日はですね、主として場面はみんなの家庭ということにして、自分の生活を反省してみようというわけなんです。で、今日はうちのお母さんということをテーマにしてね、劇をやってもらいます。で、君たちのお母さんでもいいし、よそのうちのお母さんでもいいんです。君たちの知っているお母さんを自由にやってもらいます。で、どんな場面であるかということはこれから申しますが、劇の途中でもいいですからね、もしわからないことがあったらどんどん質問してください。いいですね。それでは誰にやってもらおうかな。お母さんには平賀さん、それから子供の方の兄さんの方は、矢崎君、それから妹は下島さんということにしましょう。はい、それでは出てきてください。はい、お母さん、これです。はい。それから兄さんですね。はい、どうぞ。で、この兄さんは中学の3年生です。はい。試験勉強も忙しくなるだろうかな。それから妹はね、中学の1年生です。いいですね。で、それではね、場所はここが玄関ということにします。それからその辺がここが今、それから台所はその辺にしましょう。はい。それではね、今日はまあ、夕方になったんですが、お父さんは会社で、うちにいるのは兄さんとそれからお母さんと、それだけです。いいですね。それでは場所についてください。私はいつも普通通りに学校帰っていたんですか、それとも、それでは問題出します。近く行われる学芸会の練習のためにね、今日もいつもよりか少し遅く帰ってきたんです。いいですね。それから、それにあのお部屋は私とお兄さんと同じのお部屋ですか、それとも違う？そうね、それは兄さんと妹は同じ部屋で勉強するということにしましょう。じゃあ僕は勉強だけしてればいいですね。うん、勉強しててもいいし、そうじゃなくてもありのままの姿をね、はい、それらしくやってください。いいですね。それでは一気に、それからね、ここにあの教科書があるし、ノートもあるし、それからそこにはエプロンだとか買い物袋がありますね。これは使ってもいいし、使わなくてもいいし、これも自由です。それから、劇がね、どのように進行しようとも、それも自分で想像してね、自由にやってください。いいですね。で、また途中でもいいから、わからなかったら質問すること、はい、そういう約束でやります。ね、そのカバン使ってもらいます。それでは、妹の美子ちゃんはいつもよりか少し遅く学校から帰ってくる。そうすると兄さんやお母さんたちはどうなるかと、そういうところから劇を始めます。それでは用意、はい、始め。ただいま。おかえりなさい。ずいぶん遅かったのね。心配してたのよ。学芸会の練習してたの。そう。それにしても遅いのね。あなた前にもピンポンの練習だとか、学級新聞作るとか、ずいぶん遅かったでしょ。これからもうちょっと早く帰れない？だって学校のことだから勉強につながってんのよ。だからしょうがないじゃないよ。息子を毎日遅くなられちゃうんで、お母さんも参っちゃうわ。お兄さんみたいに少しは勉強したらどう？はい、します。なんか持ってきて、だから遅くなった子にはダメですよ。
もうじき夕飯よ、はい、それまで我慢してらっしゃい。なんかない？いませんね。あら、お兄ちゃん何読んでんの？何読んでないよ。よく勉強してるわね。みつこ、今まさか何かやってたの？知らない。お兄さんよく勉強してますよ。何してたの、マサオ？あれ、ちょっと退屈したんだよ。本読んでたんだよ。ダメな子ね。そんなことじゃ、高等学校滑るわよ。ごめんなさい。あなたが怒ったらね、お父さんお母さんが困るだけじゃなく、あなただって嫌でしょ。近所の手前だってありますよ。そりゃそうだけど、あまり勉強とかしてると退屈しちゃうじゃないか。うん。お母さんの小さい時にはしたのかよ。ええ、あなたやみちことはもう違いよ。勉強してんだよ。ガミガミ言ったらもう嫌になっちゃうわ。勉強すんのも。ガミガミ言ってませんよ、ちっとも。勉強勉強って言わないでよ、もううるさくて。勉強勉強って言わなきゃあなたたち勉強しないんでしょ。あら、ちゃんと学校から帰るときは今日遅くなったから勉強しようと思ってたのにさ、お母さんからそう言われてね、もうする気なくなっちゃうわ。だってあなたが勉強してって考えてるかどうかわからないわ。大地遅くなったから、遅くなったからその分だけ一生懸命たくさんしてもらわなくちゃ。今お母さんご飯の支度してあげますからね。二人で勉強してらっしゃい。うるさくしちゃダメよ。何もどっかしてくるからこんなことになったんだぞ。お兄さんなんか本読んでたくせに。しょうがないじゃん。うん、そう。ねえ、もうちょっと静かに勉強できないの？今静かにしろって言ったばっかりでしょ。はい、します。まったく嫌な子たちね。というわけなんですが、で、この場合ね、もしお母さんがもう間もなく会社からお父さん帰ってきますね、なかなか忙しくなってきます、お台所の方がね。そしたらこの劇はどういう風になっていくだろうか、考えながらその先を続けてみよう。はい、やってください。あのね、みちこ、今ちょっと肉屋さん行ってきてくれない？ねえ、頼むわ。お肉買うの忘れちゃったの。さっきは勉強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 って何回言ったか知らないのにさ、今度になったら今度お使いな。人が勉強したら、人が勉強出したらだってお使いに行ってきてなんていうことないでしょ。いちこ、お母さんに口答えするもんじゃないぞ。ならお兄さん行ってきて。お兄さんはね、高等学校の試験勉強よ。あなただって分かってるでしょ。だってもう疲れてんじゃないかな、さっきから勉強してんのに。疲れない。そういう時だけは疲れないのね。とにかくみちこ行ってきてね。あの郵便局の前の肉屋さん、もっと前にも肉屋さんあるじゃない。あそこも安いから行ってきてよ。早く行ってこいよ。うるさいな。お兄さん行かないつもりなのね。当たり前でよ。お兄さんはいいの、男の子だし、大地あと三月ぐらいしかないのよ。お母さんって自分勝手ね。さっきは勉強しろなんて。自分勝手じゃありませんよ、きっとも。忙しいから頼むのになんで悪いの。もうじきお父さん帰ってくるし、早くお夕飯の支度しなきゃダメですもの。はい、じゃあお兄さんいいわよ、本番の時。ああ、分かってるよ。牛の子なんだよ。今、そうまで待ってくれよな。はい、今じゃあお兄さんなんかいつも行かないんだから。ブツブツ言わないで行ってらっしゃい。これはどこのうちにもよくある風景です。お母さんは形式にとらわれていて、帰ってきたらすぐ机に向かって勉強してほしいし、また子供の方から何か言われるとバカにされては大変と無理な理屈を使い、母親の立場を押し付けようとします。お母さんは忙しいからでしょうが、これではちょっと子供への思いやりが足りないようです。今度は別の家庭です。うちにいるのは男の子だけ。お母さんは用事で外出し、まだ帰ってきません。
そこへお父さんが帰ってまいります。お母さんどこ行った？ピーテレだって。もうしょっちゅうピーテレばっか。それにしろこれなんだ、こんなに散らかして。ヨコがやったんだよ。ヨコどこ行った？友達遊びに来ちゃった。どうもしょうがない、そういう時にお前片付けるもんだぞ。一郎、だって明日英語をつけるもんだ。返事は何だ、返事しないのか。でもうちの坊さんもみんなしつけが悪すぎる。なんか食べるもんないのか。ここに俺も入ってるよ。食べるのか、食べたくない。一郎迎えに行ってこい。なぜよ、だって僕ここ試験やってんの、明日試験なんだもん。お父さんに仕事やってんのか。そんな呼びでかってお父さんやってくればいいでしょ。あらげていけん、普段からちゃんとやってけばもうそんなもんちゃんとできるんだ。行ってこい。普段やってたから こういう場合はもう明日なんだから。行こうぜ。じゃあ今日はもう徹夜しろ。よく守ってんからよく行かせてよ。ではこの辺でお母さんが PTA の会合から帰ってくるということにしましょう。どうなるでしょうか。ただいま。あら、お父さんも帰ってらっしゃったんですか。ずいぶん早いですね。まあ、どこ行ってたんだろう。だからどっちも会合行ってきたんですよ。 PTA ばっかり行っても。子供の教育のためなんですよ。教育だってこれは何だろう。子供はこんなに散らかして。ひろちゃん、すこちゃんの片付けなさい。それは僕やったんじゃないって言ってんだろ。お父さんもたまには PTA の介護でも行ってきたらどうです。会社ばっかり会社会社って。それから出かける前にはね、今日は遅くなるとか早くなるとかってちゃんと言ってってくださいよ。そんなのもう会社の都合で遅くなるか遅くならないか分かんないじゃん。そのぐらいちゃんと分かそうなもんですよ。分からない。分かりますよ、そんなこと。状況の時はもうちゃんと俺に断っていけ。だから今日はね、一郎さんが悪いんですよ。朝になってからお母さんの PTA 行ってくれって言ったんでしょ。だからお父さん出かけた後だからしょうがないじゃありませんか。今日ばかりじゃないぞ。この前、この前だって映画に行って遅くなって。あれは近所のお付き合いってものがありましたよ。みんなが行って私だけ行かないなんておかしいじゃありませんか。じゃあそういう時に早く帰ってきてでご飯でもちゃんとしとけ。時間がちゃんと決まってんだからしょうがありません。PTA とどっちが大事なんだ。そりゃあどっちも大切ですけど、あなたのことも大切だし。一郎、ちゃんと勉強しなさい。はぁ、あれだ、早くご飯してくれよ。はい。それでは今度は今と全く同じ状態で同じ場面なんですが、今度は君たちが考える理想的な家庭だったらこの劇はどういうことになるでしょうかね。それではそれをやってもらいましょう。はい、お父さんが帰ってまいります。ただいま。おかえりなさい。勉強か、うん、試験か。明日英語試験なの。あ、そうか。なんか分かんないとこあるか。ここの音が読み方わかんないんだけど、なんていうのこれ。お母さんどこ行った。 PTA。 うん、よく散らかしたな。気がついたまま片付けてくるぞ。はい。え、じゃあ帰ってきましょう。ただいま。おかえりなさい。あ、お父さん今日ずいぶん早かったわね。会社もずいぶん疲れたでしょ。お前こそ PTA 行って疲れただろ。ええ。あら、今日ちょっと忙しかったらそのまで行ったんだけど、ずいぶん部屋の中が綺麗になってるわね。お父さんやってくださったんですか。いや、ちょっと片付けたら。あ、どうもありがとう。キロちゃん、よく勉強してるわね。腹が減ったから、ここに行ってみましょう。はいはい。
疲れたから手伝うか。いや、いいです。お母さん、お疲れしてこようか。そうね、行ってきてもらおうかしら。あ、でも、一郎ちゃん試験なんでしょ。もうだいぶやったの。いいのいいの、やってていいのよ。お母さん、じゃあ行ってきますから。行ってきます。子供たちから見た理想的なお父さんというのは、気軽にお母さんのお手伝いでも何でもするのびのびした親子夫婦の間柄になっています。こういうところから父や母に対する本当の尊敬が出てくるのではないでしょうか。ある PTA の会合で、先生は前と同じ方法で子供たちに劇をやってもらいました。これはある家庭の日曜日の朝ということにいたします。で、竹雄くんが、朝9時ごろですが、庭の掃除をしています。そこにお友達が迎えに来るということにして、この劇を始めることにしましょう。あと、お父さんとお母さんはもう何をしてても9時ごろということを頭に置いといて続けてください。はい、どうぞ。たけちゃん、たけちゃん、おあのね、天気やだろ。だから、あの川の向こうのほら、お寺写真行こう。うん、行きたいんだけどさ。それは行ってもいいんだけど、なんかある？うん、あるね。あのね、実は今日、お父さんとさ、うん、井の頭行く予定なんだよ。うまくやってんな。やっぱそういう事情でさ。じゃあまた今度行こうか。そうだな、来週日曜日でも行こうじゃないか。じゃあ来週の日曜日行こう。うん、グバグバ。ここでお父さんと井の頭へ行くという条件が出ました。ではこの先を自由にやってください。今誰か来てた？うん、学校の友達でね、山崎くんなんだ。ちょっと今何時かな。9時過ぎです。ちょっと起こしてきようかな。あなた、ちょっと、会社だ。会社じゃありません。今日日曜ですよ。日曜か。ちょっと起きてくださいよ。竹雄の約束やどうしたんですか。なぜな、あ、井の頭行くのか。ちょっと寝てばっかりいないで起きてくださいよ。隣の旦那さんなんかも朝から働いてますよ。あれ、昨日遅く帰って怒られたんだね。違いますよ、6時頃帰ってきてましたよ。ちょっと起きてください。うぜえな、また今日は日曜日だから、ゆっくりさせてくれよ。日曜日、日曜日って、本当は今日は行くんでしょ。ほら、もう10時打ってるじゃありませんか。竹雄も待ってますよ。竹雄はいねえじゃないか。あなたの起きる前にちゃんと掃除してましたよ。お母さん、掃除終わったよ。ちょっと待って、起こさなきゃね、お父さん。ちょっと、うるさい、うるさい、日曜日、日曜日はまた回ってきますよ。ダメですよ、くたびれた、それでくたびれた顔ですか。もう目なんてとろけちゃってるよ。嘘ですよ、こっちだって昨日あなたが帰ってくるの待ってたんですからね。だからさ、昨日遅かったんだよ、もう裏の木戸だと壊れてんですよ。直してくださいよ。もっと気が利かないな、本当に。そんなの大工でも頼んで直してもらえ。大工って赤字なんですよ、うちは。赤字ならお前の付き方が悪いからね。私なんかもう1円だって安いもの買おうと思って行くんですよ。父さん、まだ？ほら、竹雄も呼んでますよ。あ、実際な、新人ずいずいと用ばっかし出て。だから同じ道を行くのやるんだよ。なかなか辛辣ですね。こんなにはっきり口に出して言えない子供でも、子供なりに見ているのです。でも、もう少し考えてみると、お父さんやお母さんがあまり知られたくないと思う家計のことまで、子供ははっきりそれを知っており、子供なりに理解してくれているということに思い当たります。親の方で子供と一緒に気軽にうちの仕事もし、その後でピクニックに行ったって、子供はきっと満足するでしょう。夫婦親子のつながりがもっと開けっぱなしなものになれば、
子供は喜んで勉強も後片付けもうちの手伝いもやるでしょうし、何でもお父さんやお母さんに相談する明るい家庭が作られていくのではないでしょうか。